ペンザンス駅は、イングランドのコーンウォール西部にあるペンザンスの町にあり、イギリス最南端の駅である。プリマスからのコーニッシュ本線の終点であり、ロンドンパディントン駅からブリストルテンプルミーズ駅を経由して 526km の距離にある。グレートウェスタンレールウェイとクロスカントリーが乗り入れており、全車は駅の運営も担っている。2代目駅舎内部駅は、 レッドルースからの路線の終点として、1852年3月11日に、ウェストコーンウォール鉄道によって開通した。1876年の火災で物置小屋が、消失、1879年に、ウィリアム・ランカスター・応援の設計により、木造の乗客用建物が加工岩で建てられた、現在の駅舎に置き換えられた。総費用は、約1万5000ポンドで、 うち五千ポンドは屋根の構築のための鉄と五十トンのガラスの費用であった。1879年11月18日に新しいプラットフォームが初めて使用された。しかし、1880年までに新しい駅舎は石積みの沈下と屋根の鉄の収縮により数枚のガラスが破損するなどの問題があった。百三十七年と百八十三年に 新しい切符売り場とビュッフェがオープンした時にさらに変更が加えられた。プラットフォームの後ろの丘の中原を保持する壁の塞がれたアーチ道は石炭貯蔵所として鉄道によって使用された。鮮魚を中心とした貨物が取り扱われていた場所は現在はバス停に隣接する駐車場になっている。ここには機関庫も所在していたが、 線路の反対側の溶壁の端への移転を経て、ロングロックに建設されたペンザンス車両基地に役割を譲っている。1882年11月、アルバート埠頭に行くためレールを通過する舗装に苦情がありました。自治区議会は、鉄道側に舗装を花崗岩の石畳に置き換えて、線路を敷き直すように要求した。1996年からサウスウェストトレインズは、 エクセターセントデービッズ駅発着列車を延長する形で土休日にロンドンウォータールー駅への直通列車の運行を開始した。この延長運転は2009年12月に終了している。2012年から2013年に駅の屋根が改装された。駅のレイアウトペンザンス駅は南側を海に北側を擁壁に挟まれて所在している。 営業に用いられるホームは4線あり、1.23番線はトレインシェット内に、4番線は南側の屋外にある。ホームの端には来訪者を歓迎する文言が英語とコーンウォール語の両方で刻まれた大きな石が置かれている。駅に出入りする線路はかつては伏線だったが、1977年に旧登り線がペンザンス車両基地の入出庫線に転用されてからは、 マラジオに駅跡まで単線区間となっている。左から右へ、GWR 都市間、クロスカントリー、GWR 地域、サービスグレートウェスタンレールウェイは、ロンドンパディントン駅や、エクセターセントデイビッツ駅への列車を運行している。ロンドンへの所要時間は5から6時間であり、愛称付き列車には、寝台列車のナイトリビエラや、ゴールデンハインド、コーニッシュリビエラエクスプレス、 ロイヤルダッチが含まれる。クロスカントリーは、バーミンガムニューストリート駅、マンチェスター・ピカデリー駅、リーズ駅、エディンバラウェーバリー駅、ダンディー駅、グラスゴー・セントラル駅など、ウェストミッドランズやイングランド北東部、スコットランドへの列車を運行している。このうちエバディーン駅発着の列車は、イギリス最長の列車であり、所要時間は約13時間半である。ペンザンスは、 トゥルーロ駅に次いで、コーンボールで2番目に混雑する駅である。2011年4月からの1年間の乗客数は2002年4月からの1年間と比較して48%増加している。ありがとうございます。